こんにちは、大堀たか子です。今回はスイング中にこういう風に上半身が突っ込んでしまう、こういう少し上体が突っ込んだ腰引けスイングさんについてレッスンを行っていきたいと思います。それではご覧ください。はい、それではレッスンを行っていきます。ダウンスイングでこういう感じで上半身が左に流れて、まあ、突っ込むとよく言うんですけども、突っ込んでスイングをしてしまうと、まあ、後方から見た時にクラブが少しこのようにアウトサイドから入ってしまったり、たまたもうやっぱり軸がぶれてしまうのでトップしたり、もしくはそれを調整するためにダフったり、この辺のこうミート率が悪くなってしてしまうのがこの突っ込みの原因の理由になってくるんですけれども、ではどのように突っ込みを直していけばいいかというところなんですが、まずダウンスイングのあたりから上半身が、頭とか上半身がこうやって左に流れる方っていうのは、やはり切り返しの時に下半身のエネルギーよりも上半身の方が勝っちゃってるんですね。で、まあ、下半身と上半身ってどういうことかっていうと、前傾した骨盤のとこから分岐されるんですけども、骨盤から下が下半身です。骨盤から上が上半身だと思ってください。で、この時に切り返しの瞬間に、理想はやっぱりエネルギーを伝えていくのは下半身から動いて上半身を使っていくっていうのが理想なんですけれども、突っ込んでしまう方っていうのは下半身のエネルギーよりも先に上半身のエネルギーを使ってしまうんですね。こちらが突っ込んでしまう原因になってきて、アウトサイドになっちゃったり、軌道が少しこうずれてしまったりっていうところになってきてしまいます。ではどのように直していけばいいかというところなんですけど、今日はまず体幹ドリルから行っていきたいと思います。まずですね、左手を頭の左側、右手は右手の右腰のあたり、ここら辺にセットしてください。そしてダウンスイングで腰の方が先行されるということは、この左手と右手でいうとギューッ、こういうふうに左手より右手が追い越していく、この状態になります。これをやっていくと、グッ、インパクトの瞬間、ダウンスイングからインパクトにかけては頭よりも右腰がギューッと追い越した、このような形が理想的という形になっていきます。で、これが上半身先行型の方はズバリ逆ですね。こういう感じで左手と右手が、もう右手の方が追い越していく、早い。なので結果的に頭が左に流れて腰がこうやって引けてしまうスイングになってしまう。なので左手と右手は入れ替えるような、右腰と左手は頭の左側に置いて、そこをギューッと入れ替える、押し合いっこですね。このように少しイメージを作っていきます。こういう感じ、これもういっぱいやってください。トップから入れ替える、トップから右手と左入れ替える、トップから頭と右腰をグッと入れ替えていく。さあ、この動きを少しインプットしたら実際にクラブを持っていきましょう。イメージを作って頭と右腰、こちら左手からですよ、頭は左手からですよ、左側から押さえて右腰で入れ替えていく、こんな感じです。全然視界が変わると思います。逆にもう向こうにドンと頭が左手で押されるぐらいの気持ちでいいですよ。こっからこういう感じですね、入れ替え、こんなイメージでボールを打っていきます。さあ、左手で頭をグッと右に押すイメージ、右手で右腰を先行させるイメージ、この辺を意識して打っていきます。はい、そうするといつものフィニッシュとはちょっと違う、さっきまでは引けてたのがぐーっとお腹がぐんと突き出ていくような、こういう少し反ったようなフィニッシュに変わっていくと思います。まあ、なかなかインパクトの瞬間なので考えてできる部分ではないので、まあ、しっかりこうイメージトレーニングっていうのを増やしてあげて、
少しずつボールを打つ時もできるようにしていきましょう。なんとなくフィニッシュのバランスって変わるので、ここでチェックしてもいいかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは頑張ってください。